室町幕府は1336年に足利尊氏によって京都に開かれた武家政権で約240年間続きました。将軍の権力は弱く有力な守護大名との連合政権のようでしたが、守護大名は幕府から任命され地方を実質的に支配していました。一方、公家文化と武家文化が融合し独自の室町文化が生まれました。三代将軍足利義満の時代には金閣寺を代表とする華美な北山文化が栄え、八代将軍義政の時代には銀閣寺を代表とする質素な東山文化が栄えるなど、能楽や茶の湯南蛮文化など多様な文化が発展しました。守護大名の中には幕府の統制が及ばない者もいましたが、室町幕府時代には武家と公家の文化が融合し独自の室町文化が花開いたのが特徴的でした。